ましてですね、はい、まあ試合がしょっぱいんで、なんとか話でも出せなきゃいけないということでですね、大変苦労していました。ここであの早送りしないように、ここで日本のおなじみのディーブ・フィンレイが出ましたので、はい、ここで、あ、勝ってそうしたなとかね、なんだキャッチはとか思わないようにしていただきたいと、はい、まあいろんな選手がいるということで、はい、これはあの対戦相手がですね、エディ・ギルバートってアメリカの選手なんですね。名前結構有名だね。はい、すごい上手い選手ですね、これもラウンド制でね、はい、結構ジュニア同士の対決ということなんですよね。そうですね、こちらも結構マットは跳ねますね。大きいんですよ、マットが。人にとってはどこのマットが大きいんだろう。じゃあね、日本のマットよりね、大きいですね。硬さ、あ、これ何のあれ、これ今の何のコブラツイストをブランドに持ってて、こうですね。ちょっと腕の服が、まあ、足もフックされてなかったですよ。ちょっと下手なんだ。いや、やっぱりラウンド中慣れてないですよ、エディ・ギルバートも。アメリカの選手はね、うん、マット硬いの、これは。いや、日本と同じぐらいですね。あ、そうなんだ、ね、はい。やりやすいんだね、ライガーに。僕はやりやすかったですね。ただ、見ていただくと分かるように、本当広いんですよ、リングが。日本よりもはるかに。だから、ロープワークするときが、でもこれ、なんかロープ緩そうじゃない？ロープは緩かったです。まずロープを使う選手ってあまりいないですからね。僕はちょっと苦労しました。こいつも苦労するね、なんか、もたもた。あ、怖そうだ、これ危ないわ。でも、的確に切ってしまう。顎に。ロープかなり緩いということで、トップロープから飛ぶ女性者もいないってこと。そうですね。女性客が結構多かったね、さっき見たら。そうですね、女性客も多いですね。結構ノリが良くてね、いいですね。うまいですね、ゴールドフィニエが。これは得意なんですよ。でもここは、返されるの？フィンレイとはね、ライガーは、いい試合をずっと。ああ、ありがとうございます。ねやって、まだ負けたことはないんですけどね。そうですね、うん、でも本当に気が抜けないですからね、この選手は。結構こう下回るとブランドもうまいんだよね、この人。うまいっす。うん、痛みつけるようなことは体がぶつかってないですよ、腕だけじゃなくて。やっぱり自分の体を知ってるから。で、気もそうしないと全然ないですよね。そして得意のスムースターンはモロです。でしょ。あ、決まりですね。これは、決まった時に手を振ってもらおうと思う。はい、もう試合が終わった、決まりました。昔の国際プロレスみたいですね。あ、そうですか。そういう人いましたね。これなんて言ったの？じゃあ俺が一番強いと。ああ、本当に？どんどんこれは俺に叶うやつはいない。すごい向こうで、あの、何ですか、